日本画家奥村富雄はこの春100歳を迎える。富士を描くとき、富雄は必ず富士の見える場所へ足を運ぶ。富士が見えればよし、見えなくとも富士と心を通わせることが彼の制作の第一歩なのである。そして今、彼は100歳に向けて、これで終わりになるかもしれん富士を描こうとしている。それは100歳の富士である。明けましておめでとうございます。おめでとう、おめでとう。誰だと思ってるのかしら。子供たちよ、子供たち。みんな子供やばわ。あー、寝ますか。寂しいんだよね。奥村富雄は明治22年、西暦で言えば1889年2月18日生まれ、間もなく100歳になる。本名奥村義蔵。富雄という名は画家としての出発にあたって父がつけた号である。4月桜が咲くと奥村家では、ああ父はまた1年生き延びたとほっとする。トニューは寒さに弱いのである。桜のスケッチをしたいという父を囲んで、一家は喜びにあふれている。見える見える、まあ、こみあそこの先、あそうか、もうちょっと先ね。絵を描くだけの夫に付き従って7人の子を育てた夫人である。写実を大事にする夫のために、夫人は犬や猫はもとより、シャモやカラス、ハヤブサまで飼った。無心に描く夫の心を乱すまいと、子供を連れて寒い戸外で何時間も待った夜もあった。そうした夫人のいたわりの中で黙々と描いた日々。しかしその筆は遅く、作品の数も少なかった。奥村富雄の芸術が本当に花開いたのは60代以降のことである。名作「醍醐」を発表した時すでに83歳。京都三宝院のしだれ桜を写生して、これを仕上げるまでに10年の歳月がかかっている。日本画の領域を乗り越えたといわれる「ナルト」は奥村富雄70代の作である。
という最近の関心は富士に絞られている。絵の具の薄塗りを重ねながらそこに凄みを出す。渡牛芸術の神髄が富士を柔らかく表現していく。時には150回も色を重ねながらそれが薄く透明に見えるという渡牛独特の技法である。これでここでいいじゃない、このままで。だからしばらく休んでお茶飲んで乾くまでね。日本人の心の拠り所として厳しくそびえ立つ富士を描いてきた横山大観。この日本画の先達を限りなく尊敬しながら、奥村渡牛が描き出した富士は優しく人を包み込むような富士である。地質と言われながらも、渡牛はこれまで二十数枚の富士を描いている。しかしその中にはまだ渡牛の気に入った富士はないという。これから描く富士こそという気持ちが言わせる言葉である。新しい富士に挑戦するために、100歳の富士を描くために、渡牛は富士を見に行きたいと思っている。今だって初めてね、富士を何十何百って言ったことがね、少々分かれるよね、って言ったから、もう少しやってみたい。でしょう。ですけど、できるかどうか。40年近く、ここ杉並の永福町に居を構えているが、生まれは京橋である。東京の下町に育った渡牛は文楽や芝居、そしてとりわけ相撲が好きで、相撲を見に行けない渡牛のところに毎年呼び出しの人たちが訪ねてくる。この日は名古屋場所の新しい番付を届けに来たのである。
し生まれ育ちし偽造しが絵画の道をば志しあまた名画を生み出し日本画壇の最高峰ここにめでたく百歳の春を迎える先生をあげてお祝いよここはあ本場所が始まりますから、はい、また先生ゆっくりテレビで見てください始まりますとテレビの前からね7つぐらいかな今日は攻め早くんですね楽しみ最初は日清戦争の勝利のあと東京遷都30年の祭りでにぎわっていた東京その中に少年の私もいた病弱で引っ込みじゃんの私は祭りの中に入れずにぼんやりそれを眺めていたようだその時私は八つわんぱくな友達に引き回されるより家で絵を描いているのが好きな少年だった絵描きになりたかったとよく話していた父は私の望みを知ると自分の一念を子に託す熱心さで借りたハンコの塾へ私を連れて行ってくれた絵は好きであったが私は画家になろうとは思っていなかったそれは大それた望みに思えたのであるしたがって入門のお許しが出た時私は夢心地になった この塾で小林古慶という人に会うことができたのは私の一生を左右する幸運であった秋の院展に初めて入選したキュウリ畑である時に都牛38歳遅い出発であった題材のキュウリ畑は前々から描きたいと思っていたものだった世田谷の轟にいいキュウリ畑を見つけ産毛の生えた若々しい葉の重なり可憐な花の優しさそんな雰囲気を繰り返し写生した以来60年奥村都牛は院展に出品しながら常に新しい境地を開拓してきた彼はいつも手元に絵を置き折に触れ筆を入れ続ける一枚の絵を完成するのに数年あるいは十数年かかることも珍しくないそんな都牛の制作態度に都牛百遍という言葉が生まれた秋の院展が近づいていた金の雲の2階のアトリエにこもって
戸牛は出品策を決めかねている。これまでに書き溜めた富士はある。しかしもう少し筆を入れたい、そう思いながらなかなか筆を取る気になれなかった。海の もう一つのあの海のあるの持ってきてみよう。入れ歯や補聴器を嫌い自然のままに生きている戸牛、その言葉を理解するのは家族といえども難しい。これさらに苛立ちを募らせる戸牛であった。締め切りはとうに過ぎている。2日後には開幕というのに彼はまだ迷っていた。この絵が果たして出品に耐えうるであろうか。思ったようにこの頃描けませんですよ。ですから描いてみると今度嫌になるんです。昔のようなわけにいけませんです。あの感触ってよりも黙っても返事もしませんですね。あのこう機嫌の悪い時には目つきで分かりますしね、こう話してますし、あの口はあまり聞きませんからね、普段から目ですぐ分かりますけど、心配した院展の事務局から様子を見にやってきた。どうもどうも、どうも。いや素晴らしいのお出来になって、皆さんお待ちかねですから、はい、先生2年越しのね、あれで先生のはもうご出品あるかないかでは院展の人気に差し障りございますので絵をね、ここじゃなくてあそこに立てますか。立てましょうか。これちゃんとあのあれはまだネジ片っぽ上だけしかはめてない。どうも。あどうも。お忙しい。いいえ、とんでもございません。どうも。これで安心です。もうあさってあの蓋が開きますから。おかしくございません、ね。とんでもないですね。素晴らしいよ。これでもうあれですわ、もう先生のお出しになるとまたもうお人気は全然違いますから。晴れた日には2階のこの窓から富士が見える。戸牛はその方向にじっと目を凝らした。もうこれから行かれるわよ、気候が良くなるとね。十分に知り尽くした富士である。しかし間近に富士を見なければ新しい富士は描けない。富士が見たい。だが体力が弱った戸牛には富士は遠い。戸牛は果たしていつから富士を描き始めたのだろうか。昭和20年の春、彼は長野県の南佐久に疎開した。
周囲ことごとく山であった。彼はこの地で6年間を過ごしている。味噌醤油問屋黒沢家のこの別宅に住んだのである。あの辺りは何としても清らかで美しかった。目の前に八ヶ岳がそびえ、その手前に千曲川が流れていた。空気は澄み切っていて、遠くの村々まではっきりと見えた。しかし冬の寒さはひとしおだった。寒中は零下18度まで下がることもあり、ガフにハケで水を引くと見ている前でバリバリっと凍り、書くのはとても無理であった。風呂から上がってすぐ隣の部屋に行くまでに下げている手ぬぐいが棒のようになるのである。しかし長い冬が明けると昨の春は見事であった。黒沢家に彼がここで描いた絵が残されていた。太ったネズミなんですよ。これたっぷり食べて、お醤油かお味噌の材料のあれです。大豆たっぷり食べたかった。ポチョポチョしたとってもいいネズミでしたけど、二度とって二度とも逃がしちゃったってですよ。奥さんが猫それで取ってこいってねおっしゃるんですって。先生が、ね、奥様私猫じゃありませんよねっておっしゃって、それで取ってあげしたです。そしたらこれをね、ウスダのやっぱり先生とよく親しい歯医者さんがありまして、ね、これのネズミができたみたい。これどうしたって檻の中入ってるネズミで出口探してるような顔してるなんてねこんなに上向いてるもんですからね、そんなこと言って笑ったんですけど、かわいいですね、いいですね。だけどこの目がね、私鋭い目してるでしょ。日本犬で先生こういう目してらっしゃいますよね。物見つめてらっしゃるからね、鋭い目してらっしゃいます。それじゃこれ先生が初めて富士へ手をおつけになった富士山ですよね。こんなところに最初の富士が隠れていた。富牛50代の富士である。これかしら、これどうしても富士に行きたい。それならいっそ気候の良い夏の間に行こうと家族は思い始めた。今の父がどの富士を選ぶか、どこからの富士を描きたいのか、それを聞き出すのは家族にとってもなかなか大変な仕事であった。これもほらこういうふうにこれ写ってる。これが富士の代表だよ。ここへ行くには我々に、2時間ぐらいかかるんじゃない？これが山中湖。はい、山中湖ありましたよ。これ山中湖、こう映ってるでしょ。うん、ここは代表だよ。ここに行きたいの？ここまで行ければ、大したもんね。大したもんです。富士宮というとこの倍が、そうですね、かっこいいけど富士はあ一番いいところだね。行き先は富牛の意思で少しずつ絞られていくようであった。足がね
足も大丈夫でしょ。行ってしまえばね。まあ、なるべく行くよ、どれか。どれか行かれますよ。行かれますよ。もっとやってみて。あ、大丈夫。ほら、動くじゃないの。動くじゃない。じゃあ来週行かれるでしょ。ね。行き先は決まった。しかしあいにく雨の多い夏である。旅の計画は雨で何度か流された。基本はまず対象をじっくりと見つめることである。彼はあらゆる角度から見つめ続け、完全に納得できないと写生を始めない。文楽人形を好む富牛のためにわざわざ大阪から訪ねてきてくれた人形浄瑠璃の一行である。これまで何回も描き続けてきた題材である。人形にも命がある。その命を捕まえるための長い行司が始まる。トギュは写実の極まりは抽象だと思っている。名作ナルトは彼のそうした哲学から生まれた作品である。渦潮を一目見て、その雄大で神秘的な動きに描きたいという衝動が抑えがたく湧き起こった。早速写生帳を取り出して水面に身を乗り出したが、渦のそばまで近づくと船が揺れに揺れて描くどころか体を支えているのも困難である。そのため後ろから家内に帯をつかんで怒りになってもらい、人が見たら不調かと思われるような写生を手早く何十枚と描き続ける。帰ってからすぐこの写生をもとに下絵を作ったが、いざ制作となると頭の中から印象を掘り出し掘り出しするのが誠に苦労であった。上心で私は私の心の奥にある仏を描こうと思った。私がそういう気持ちになったのは、その前年恩師小林古慶先生が亡くなられたからである。私は悲しくてならなかった。その悲しみをぶつけるような気持ちで仏像の写生に通った。時代は3回ぐらい行きましたね。その私3回ぐらいこっちで通って帰る、あの中村に、はい、今行くと感銘なんかね、
もう立派でね、キラキラしたね。その自分はね、やっぱり冠であったから。それは冠で、キリじゃないか。省略して。そしたら、外しちゃうのもよ。まさかございました。前夜からの激しい雨で一旦は中止と決めたスケッチ旅行である。その時どうしても行くのだと主張したのは戸牛である。自信がつくでしょ。寝るのだったらこう、うん、じゃあ寝たら寝ますか。じゃ寝ていけばすぐだから。トニューにとっては思ったより辛い旅になりそうであった。富士宮に近づいても雨は一向に降り止まなかった。じゃあ抱く抱く、体の衰えを知りながら書きたいという一心でここまで来たのである。トニューにとっては実に10年ぶりの富士宮であった。じゃあ今日はお父さんの好きな富士山に来れたから、でもみんな兄弟揃ったし大変嬉しいから、ますます健康を祝して、はい、明日富士山晴れるように。はい、じゃあいただきます。久しぶりの遠出を案じて子供たちも集まっていた。やっとね、念願が。おじいちゃんこれハモのお寿司だからね。おばあちゃんはい、お茶。おじいちゃん、夜景が綺麗だ。外の夜景が綺麗。綺麗でしょ。やっぱり晴れないとね、富士山。明日富士山見えるかもしれない。明日富士山見えるかもしれない。しかし雨は止む気配を見せなかった。翌朝、富士は奇跡的に姿を現した。念願の富士であった。あんまり寒くないでしょ。
ここ開けてもあんまり寒くないでしょ。この富士を渡牛は長い間待ち続けていたのである。彼はただ黙ったままいつまでも富士に見入っていた。久しぶりに間近に見た富士、その姿はまだ心に焼き付いている。しかしそれを絵にするだけの気力が湧いてこない渡牛であった。描けない日々が続き、渡牛は昼と夜が逆転した生活を送っていた。夜中に起きて付き合う家族も大変である。11月の深夜、渡牛は都心の病院に入院した。不眠から来る疲労が原因であった。しかし彼は病気なんかに負けない、何が何でも長生きして絵を描くのだとしきりに家に帰りたがった。そして筆を持つ右手を毎日動かし続けていた。渡牛の苦手な冬が近づいていた。退院後も描けない日々が続いた。富士宮へのスケッチ旅行からすでに3ヶ月が過ぎている。描けないということが彼を打ちのめしていた。奥村家ではお正月には必ず横山大観直筆の掛け軸が床の間を飾る。渡牛がこの50年座右の銘としてきた言葉である。天霊四季、渡牛はこの4文字の中に宇宙を感じ富士を見る。書くのだと彼は思った。
分の角にはだいたい精神が大事で、横山先生がコロナがなければ国は関係ない。私はもう行くばくもなくて体さえやければ、一番好きなんですから、大丈夫だけど、かかったら持ってやる。トギウはやっと富士を描き始めた。細いな。え？細いの。細い筆？筆？はけ？筆。まだこの辺いっぱいあるね。まだできたら、ね、私の仕事もやっと少し分かりかけてきたかと思ったら、いつか100歳になってしまった。私はこれから死ぬまで初心を忘れず、まずくとも生きた絵が描きたい。難しいことではあるが、それが念願であり生きがいだと思っている。芸術に完成はありえない。要はどこまで大きく未完成で終わるかである。